着いた。ここが噂の香港か。何の噂なのか分かんないけど。まあいいや。でも街ギリギリかすめて着陸するんだもんな。びっくりしちゃったよ。キャセイ航空ってすげえな。よし、これから3日間楽しむぞ。うまいもん食うぞ。ディスコ行くぞ。買い物するぞ。そんなもんってな。それから何しようか。はい、ミスター高級さん。あの小崎、ノミステイク、聞こえさ、ノシッ、ビッチ、ハゲこい。なんだお前。おう、ミーのことを忘れたりなんかしちゃったりなんかしやがりましたのですか。誰がお前のことなんか忘れるか。お前のせいで散々な面に何度も会ってるだろう。おう、よかった、覚えていてくれましたか。僕です、スティーブ・ブーツです。お前またみんなが分かんないと思って名前変えたろ。 No problem、 進行には何の問題もない。何なんだよ、隙間とうのやめてくれよ。今度こそ俺はまともな旅を楽しみたいで、やっと作ったんだから時間を。そんなこと言わないで、また今回もタダでガイドしていいよ。あげます。いらない、いらない。あげ、この間の鹿児島だってな、ヘミマリの銅像だとか何とか変なこと言ってな、出て行っただろ、変なとこに。大丈夫、香港はみーとても悔しい。 No、 くらしいね。くらまえ、くわい、詳しい。詳しいでいいんだよ。詳しいでいいよ。いいよ、ガイドブック、ほら。詳しいでいい。ガイドブックも僕持ってるしね。お前とは関わりたくないの。へい、国際、待って待って。うるさい、名前ぐらい覚えろ、もう。へい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 。あ、違え。No, give me a break. へい、案内するよ、国際。香港危ないよ、変な、信用を受けないやつばっか。私が強いよ。私、マーシャル・ラッツも、アメリカで15年見続けてる。大丈夫。いいって、あっち行ってろ、あっち行けって言ってんだ。ボコー。気を失ってたんだ、俺は。一体、ここは。国際、着きましたよ。お前、実力更新出たな。I don't know。日本語難しいの分からない。なんだよ、お前。実力更新。ここはどこなんだよ。国際の希望通り、香港らしいところに連れてきてあげたのだよ。え？およく見たら俺水の中じゃないか、これ。おい、水の中にいるじゃないか。急に、ブル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 大村香港。嬉しいとメガネが落ちるんですよ。パパ、卵入れてオロナミン C 製液。ああ、飲んでみろな。うまいか、これが。これがうまいか、おい。なんだかわからない。関根勤のゴールデンコンビがお送りする週に一度のスペシャルプログラム、その名も小作品増刊号。今夜もはちゃめちゃで底抜けに馬鹿げた60分をあなたにプレゼント。それでは十二分にお楽しみください。小作品増刊号、小作品です。関根です。さあ皆さん、約束通り本当に行ってきました。香港に。香港、香る港。香る港という字。香る港。いくら呼んでも。フロントは部屋がないという。ということでですね。そうですね。ついてすぐですが、部屋がない。あの、なんか15階の景色のいい、あの、リバーサイドですか、そっちを撮ったはずだった。Cサイドの方が。OK 出てたはずなのに。それは違う。ダブルブッキングなんですね。リクエストされただけで、こっちは承諾してない。それはないだろうということで、添乗員の牧野さん怒ってしまいました。そうね。でもそんなことはとはつゆ知らず、出発前の成田ではこんな風に楽しそうでした。成田、そう。あ、そうか。空港の中だからね。
今成田空港にいるんですけど、そうですね、まあメンツが全部揃ってますが、堀川君もね飛行機怖いってさっきから飲んでんですが、酔えないそうなんです、で、まあ、酒も飲んでどうなんですか、薬も飲んで、なんか今日天候悪くてよりによってやめてほしいですね、入れそうなんですよ、なんかね、向こうの空港でね、はい、カンフーマンが40人待ってるこれ余計やばい割川用に、なんかねくすぐってくれるらしいよ、いまいちちょっとすいません、あ、そうというわけでね、うん、こういうメンバーでですね海外旅行ってのは初めてです、本当だよね、何が起こるか楽しみですが、総勢10名です、総勢10名ですから、はい、振動中だね、振動中でございますね懐かしい、ね、本当にね、上を下への大騒ぎってやつですね、なんか映画一本撮れそうな感じですね、まあ香港パラダイスより面白いじゃないですかというわけでね、小崎金パラダイス、小崎金パラダイス、じゃあ頑張りましょう、なんか変な人が横からそう、はいよいや本当にこれもうな、これはもう入国審査を受けて、つまりあれはどこでもない国なんです、もう、あの入国審査入ったね、空間はそうですね、そこで青いなーって言ってですね、周りの人が一瞬息を飲んだんですが、この時は本当に楽しくてですね、ついてお部屋がないとは思わない、そうですね、まだ飛行機乗る前ですからね、でも確かに5月5日金曜日なんですが天候悪かったんですよ、そうですね、ちょっとね6時頃でしたかね、6時ぐらいでしたね、それで乗って行ったわけですけどもね、とにかく香港初めての人がほとんど、そうですね、鶴間さんは3回目で、森さんが6回目って言ってました、えっ、何も言ってるなんかあれじゃないの香港でなんか悪いことしてんじゃないの、鶴間さんじゃねえよ、鶴間とつもりね、つもりさんはなんか特派員なんじゃないの、というわけで今日は小崎増刊号、今夜の小崎は小崎 in 香港スペシャルでお送りします、香港スペシャル、あらよじゃあとにかくその屋台の場所に着いたとこから聞いてください、いやー香港に着きました、ホテル着いて、ホテル着いて今はですね、時刻はですね、大体もう12時半過ぎてます、12時45分ですね、今タクシーで来たんですが、有田君、はい、飛行機の中も怖かったそうですね、そんなことないです、帰ったことないですけど、ここは来るときちょっと怖ちょっと怖泣くそうになってここは何て言ったらいいんです、香港島に来たんですね、そうです、僕らはあの川を運河っていうんですか、それを挟んで反対側に止まってるんですけど、コーズベイってところですね、コーズベイですね、本当に港のですね、日活映画の裏みたいなところに急にある、そう、なんかね、あの怖いんです、もいよデブゴンの舞台のような感じがするんですけどもね、今日は終わり、今日なんか終わりだという話でね、楽しかったのかな、なくなっちゃったんだって、ああ、ナッシング、あ、ということで屋台は、食べ物はないということでね、ここからどうやって帰ればいいんだという気がします、まあこんなこともあるさと、ということでもう行った時にですね、1時ちょい前だから、うん、あのもう大変忙しかった、半分の屋台の半分ぐらいがあの片付いてたんで、あれと思ったんですけども、でないって聞いて、うん、立川と有川君はほっとした、食べなくてよかった、怖かったの、なんか、なんかで犬もでかくて強い、黒くてでかい犬がいましたからね、有川あの犬強そうだとでも本当に日本の屋台っていう感じじゃなくてですね、あのなんつったらいいんだろうね、あの港のそばの倉庫街の間に空き地があって、うん、そこにいきなり建ててるという、そうですね、床なんかはコンクリビルだったのを壊してそのまま残ってるみたいな床なんですよ、だからもうなんていうの、だから本当に聞いて露天商のだ、そう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 、照明のライトも白熱電気でね、うん、裸電気でパーッと明るいですが、でね下が汚い、下がもうぐっちょぐちょでね、貝の殻とかね、うん、もう紙とかね、そうそう、箸とかね、もうすごいんだよね、すごいです、それでテーブルもですねアルミみたいなテーブルが、うん、もうちょっと膝つくとバーンって向かいの人が顎を打つようなテーブルなんですが、うん、そこでですねすごい強引にないってとこをですね
これは鶴間さんが粘ったんでしょ。粘りましたね。ああいう時はあのなん遠くで聞こえなかったです。あのやっぱり関東語でしたんですか。いや、あのガズさんいましたから、うん、強気で出てたんですけども、うん、あの麺類がないって言ったんですよ。要するに、なるほどね、麺類がないんで、うん、餃子とかね、そういうもの食べられないですよって言われたんですけども、うん、肉と野菜と、うん、そういう魚介で、そういう魚介があればもう十分ですからということで、ぜひお願いしたわけです。そうですね、はい、そしたらですね、心よく、心よく、はい、あのニコニコとおじいちゃんがね、はい、やってくれたんです。そしていよいよ有川立川は天国からまた地獄に戻って、食べてみましたすごいんですよ。これ何ですか、タニシですか。タニシと貝ですね。アサリですか。本当に涙が出てきました有川はもう周りの雰囲気が怖くてほうほう言ってますね。周りではあの香港のおじさんたちがあの何をしてるんだという目で見てます。一緒に今テーブルが来たんですが、本当にこれがテーブルか、本当に僕たち今思ってます、日本って素敵まず料理が来たんですが、アサリです。アサリの砂抜きしてないやつの炒め物とこれはチンゲンサイですか。チンゲンサイですね。チンゲンサイからちょっと行ってみましょう。有川、はい、顔が歪んでるんですよね。うまっ、うまっ。これはね、これはうまいやつ、うまい、見事です。うまいですか。じゃあアサリも食べてみましょう。僕はじゃあこれを、あ、おいしい。僕はこのタネシ、タネシ、タネシかな。アサリうまい、うまいですよ。おいしいこれ、ガンバンこぼしていいですよ。あ、こんないっぱい来たよ。これ電子ですか。本当にね、コロッと変わった。本当にうまかったんですよ。うまかったですね。まずあの匂いがすごかったじゃない、うん、あの、まあね、周りのね、全般的にちょっと辛いのね、うん、そう、ここの屋台の料理は。それで、ね、タネシなんかね、来た時ね、真っ黒なつゆにね、うん、真っ黒なタネシなわけでしょ。うわ、ん、ーっと思っちゃったんですよ、うん、これは食べたらうまいんですよ、でその後アサリのごま和えかと思ったらそれ全部砂でねでもそれもまあうまいんですよ。あのスープって飲みたくなってたでしょ。どうも。でも僕なんかもうビールいただいちゃって、ビール飲んでね、ほいたらあと何が来ましたっけ。青菜、青菜、チンゲンサイの炒めたの、あと肉と野菜、野菜、鶏と、あと魚、白身魚の、うん、あれそう、炒め物、内臓も来ましたね、うん、いわゆる胃の胃袋、牛の胃袋、うん、ね、ストマックオブカウですか。あと鶏の足だっけ。鶏の足、ね、そう、あのゼラチン質ですから、うん、ね、それが来たんですが、とにかくうまかったよね、みんなね。美味しかったですね、うん、これ。あの見た目はね、びっくりするんですよ見た目はちょっとね、でまして初日のプレッシャーもありますからね、いろんなもんで辛かったんですが、食ったらうまいし、この今写真がここにあるんですが、おじちゃんがね、うん、いいおじちゃんだったんですよ。日本語上手ですよ、ね、美味しい美味しい美味しい、また明日って言って、明日って、次の日別行っちゃったんですなんか僕らがよっぽど悪い人間なんですけども、うん、食べました、美味しかったです本当にね。さあ他にね、そして次の日です、ね、次の日、はい、今度土曜日になります、はい、土曜日になります。6日です、5日ですか、今度はですね、あ、6日ですね、6日です、ヤムチャを食べたんですけど、ヤムチャといわゆるお昼に食べに行ったんですが、ここがすごく広いレストランでね、美人飯店、美人飯店、これは大レストランなんですけどね、テーブルがでっかい、テーブル10人ぐらいのテーブルが200ぐらいありましたね、広いですね。体育椅子でみんな待ってるんですよね、そう100人ぐらいがすごい待っててですね、入り口ということはね、安くてうまいってことなのよ。そういうことなんですよ。あ、とにかく美味しかったんですがね、翌日はね、また違うガイドさんがですね、案内してくれまして、そこで、ヤムチャを食べた、お昼ですね、はい、お昼です。ここはですね、この店の名前ね、はいはい、美心王宮大酒楼、美心王宮大酒楼、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 そう、大酒楼、はい、漢字で説明してください。美しい心の、皇帝の、皇帝の皇、皇宮、大きい酒の楼、楼ですね。大酒楼と言いますね、あの中国 の、 あのレストランですね。レストラン、なるほど。この前 の、 あのこの店の名前です。あ、これがこの店の美心工具がね、いいですね、いいですね、食べましょう。はい、エビそばこれ、うん、うん、麺がいいんだよね。
麺が違う。ね、切り麺なんだ、細くて。本当にね、なんて言ってんでしょうか。細い麺ですね。うまいな。なんとも言えないな。やっぱりですね。じゃあ男子さん、うん、どんな味ですか。中国の味じゃない。似てね。全然似て。それじゃあ、僕も食べてみますから、うん、僕はあの食いしん坊万歳で行ってみたいと思います。あ、シルマさんが今取ってきました。あ、熱いですよ。ラムチャで、チャチャチャ。うん。そうなのね。ちょっと細いですね。うまい。もうすぐ太るね。うん。スクスクちゃん、スクスクちゃん。全然物まねしないですね。もう身が入らないですね、物まねに。そんだけうまかったという言い訳したいんですけど、ここは本当に土地の人というか、もういっぱい来る。ね、その行列して並んでて、日本人の方は大阪から来て、大阪の人が多かったね。多かったですね。それでとにかくですね、ここは量がすごかったですね。すごかったですね。とにかくね、美味しいし、美味しいしね。最初に来たのがチャーシューのパイ包みたいな、これがまずうまいんですよ。まあ、ね、またやっぱり中国独特の炒め物とかいろいろありましたけどもね、とにかく美味しくてですね。で、ビール飲んで10人で。10人ぐらいでガイドさん入れて、ね、食べまくって、8000円ぐらいじゃないですか。8000円ですよ。8000円だよね。で、1万円いかないでしょ。コースのね、でもコースに少し料金が含まれてるんで、全部で、ね、1万5000円ぐらいですって。でもそれでも12人で1万5000円でしょ。ビール代とかね、追加メニューがありますからね、うん、さあ、それではですね、ここの名物が、はい、鶴間さんが言ったんですね。おすすめだったんですけど、とにかく聞いてください。はい、はい、これです。金魚の餃子、金魚の餃子が来ました。水餃子、蒸し餃子。本当にね、金魚の格好をしてるんですよ。目がエビなんですか？中に入ってるあのピンクちゃん、あのオレンジ色、エビですね。エビ。目はなんかあれ、なんかさ、私の勘だと、なんかオレンジ？あ、何？よっしゃ、イクラみたいな感じしない？違うか。贅沢ですね。ちょっと食べてみましょう。これ、口がほら、金魚の口してる。餃子の皮が本当に金魚なんですよ。口もね、金魚なんです、うん、それでは金魚を食べてください。金魚ちゃん、金魚ちゃん、フィッシュコールワンダーのケビン・クライみたい。逃げようとしてましたが、逃げようとしてる。食べた。一言どうぞ。長嶋さん、いわゆるエビ餃子ですよ。実態はエビ餃子だったということですね。本当にすいません、これアナウンサーのレポート試験だったら落第ですね。何も伝わってこないんですけど、金魚の餃子っていうとね、みんな金魚食ったと思っちゃうんですけど、いわゆるエビ餃子の、なんて言ったの、衣が器用に金魚の形になって可愛くなってるんですよ。で、目が赤くなってね、中にエビの、ピンクがうっすらちゃんと口があってね、口がちゃんとおちょぼ口だ、うん、で美味しいんですけどね、これを食べたわけですね。ね、とにかくなんていうの、活気で食欲が出ちゃうっていうのあるね。あるね。それにしちゃ皆さん痩せてんだよ、香港の人。2000人ぐらい入ってたよ、あそこ。太ってる人2000人。そう、2000人ぐらい入ってるでしょ。本当だよ。バスケットのコート5つぐらい作れるって言ったもんね。ねえ。そのぐらい広いってこと。ってことは、ピットの人が全部食べてるってこと。何？ピットの人が全部。そう。ピットの人が全員で飯食ってるってこと。それで1000人が待ってて、2000人が食ってるってことですね。まあ、これはワールドトレードセンターの2階かなんかにあったんですが、もしこれから香港行く方がいましたら、ワールドトレードセンターの2階にあります。金魚の餃子を食べさせてくれる店っていうと結構有名らしいんですか。そうですか、はい。金魚の餃子は通じませんから。金魚食べさせてくれる店っていうと、また変なところに、また危ないですから、それ。変なとこ連れて帰って、こっちよ、こっちよ、お客さん。ね、どれを金魚にするとか言われたら、その場で開けちゃうんで、乱臭とか言っちゃいますからね。そういうわけでございまして、いろんなことありますが、まだまだ続く、コザキン・イン・香港です。コザキン増刊号、香港スペシャル。マンキンタンのね、それからビクトリアピークというすごく景色がいいところに行きましたね。
で、香港も向こうの空路の方を一望できる、ね、一望できる素晴らしい綺麗な景色のところでしたけどもね。あそこはやっぱ日本の方が多くてですね、多かったです ね、そこでバカな写真いっぱい撮ってきたんですけどね、これとかね。あ、これも記念写真ですけども、なかなか面白かった。いわゆるみんないい顔してる。かぶってね、太極拳2人でやってパフォーマンスしてる。あとこの地獄絵図でね、有川にそっくりなんでね、私撮ってきましたんでね。写真ね。有川君横に置いて、あの地獄絵図というかあるんですよ。悪いことするとこうなるように。そうなんだ、有川の。それからあとあのレパルスベイですか。レパルスベイ。墓場の舞台になった。はい。あの非常に避暑地で有名なところですが、そこにも行きまして。もう、まあ、墓場の頃の面影あんまないんですけどもね。いわゆるリゾート地でね。リゾート地ですね。香港のビバリーヒルズって言われてるところなんですけど。そうそうそう。高そうなお家ばっかりありましたね。すごいですね。もう外国の方とか、海水浴にもうね。もう来てましたね。かなり暑かったんですけどね。そこから、また行きまして、フェリーに。また戻るんでね。空論の方に、私たちのホテルがある方に。はい。フェリー乗りましたね。これも気持ちよかったんですよ。気持ちよかったし。どんどん。いやいい気持ちですね。今我々はですね、香港島から、はい、クーロンですか、クーロンの方に向かうフェリー、旧の竜とかって危ないですね、怖いマフィアがいて、で船でね、トゥントゥントゥン、それはね、モイオドラゴン、パカパカパッパッパ、そう、ああいやということで、ねえ、快晴ですね。この間スタジオで見た世界予報ではですね、雷ということだったんですが、まああのなんていうか日頃の行いがいいのか、晴天です。ほとんどん快晴ですね。それで風がちょうど気持ちがいいですね。あ、向こうから奥波動さんが来ますよ。晴れた空。ブッシュ。ブッシュ大統領、I'm president。特約なんですが、とにかくそんなダジャレも出るほど気持ちがいいということがお伝わればいいと思います。気持ちいい。結構でも波がですね、荒いんですよ。この海の匂いは日本に似てますね。近いからね。貿易港ですから、世界の名だたる自由貿易港ですからね。本当にあの燃えるドラゴンに出てきたような船もあります。本当だね。半の島はどこにあるんだ。半の島。上はいいじゃん。半島ということで、本当に行った人じゃないと目に浮かんでこないんじゃないかと思いますが、このフェリーは一般のというか本当に香港の方が利用しているフェリーで観光フェリーじゃないんで、割と一瞬静かな香港を味わえたと。そうですね、静かじゃなかったじゃないですか今。何を言ってるんですか。でもね、なかなか素敵でした。僕から見る香港は本当にやっぱりこれは東京とはまた違うアジアではない感じがしましたね。写真だけ見ると独特な軍艦があったりね、浮いてましたからね。あの飛行機がね、あの慶徳空港にこう着陸する飛行機がバーッと正面に見えたりとかね。とにかく面白かった、香港でございますがね、またですね、香港とは問わず、グルメツアー企画しております。はい、今度はまたリスナーの方とグルメツアーを企画しますので、はい、新たに募集しますので、また新たに履歴書、グルメ歴、グルメ歴、何が一番美味しかったか、はい、何が一番珍しいものを食ったか、書いて写真も同封しまして、ぜひ、電話番号も書きまして、小崎金増刊号送ってください。郵便番号 107-06 TBS ラジオ小崎金増刊号グルメツアー参加したい係までどんどん応募ください。お待ちしてます。小崎金増刊号香港スペシャル。劇場英語で言うとコサキンカンシアルレオソレオ。疲れた。まったくもう、なんで俺たちって弱いんだろうな。プロレス入ってからもう6年になるけど、まだ3回しか勝ってないもんな。たくそれもこれもみんな俺のタッグパートナーのせいなんだよ。
あいつのおかげだ、ちくしょう。そうだ、あいつのおかげだよな。あんただよ。俺はあんたのこと言ってんだよ。そうだぞ、天竜、しっかりはしろ。何いない人間に向かって喋ってんだよ。だって本人がいたら言えないんで、ちゅもん。たく社長がお前たちはタッグを組めって言ってるから組んでるけどな。なんでこんな弱いやつと組まなきゃいけないんだよ。帰る方向が一緒だからじゃないですかね。タクシーの割り振りを決めんじゃないんだよ。そうかな、プロレス28年やってるけど気がつかなかったな。ちょっと待てよ、何年やってるって？28年。今いくつ？僕はデビューするまでに練習生を5年やってましたからね。その時25だから53かな。あ、53。なんか弱い弱いと思ったらただのジジイじゃないか、お前は。なんだよ、プロレス生活28年、練習生時代含めて33年ってな。時の過ぎるのは早いものだ。どこ見てんだ、演出か、お前は。遠く見て寄り目にしなくてもいいんだよ。いや、近く見たんだよ。ラジオでそんなわけのわかんないことやってんだよ。それにしても33年やってよくクビになんないね、あんた。いや、可愛い孫がね、僕の試合を見られるようになるまではやめられないと思いましたね。そうか、それもまたいい目標かもしれないな。お孫さんっておいくつなんですか？今年18でな。まだまだプロレスってものもわかりませんよ。でもう大人だろ、わかるよ、プロレスぐらい。ちゃんとプロレスなんて12、3歳からな、わかるんだよ。とっとと自分の試合見せて早くやめろ。そうだぞ、ババ早くやめろ。俺はお前に言ってんだよ。そうだよ、分かってるのか、ババ。アンドレ・ザ・ジャイアントとな、タッグ組んだ時はどうしてあんなにニヤニヤしてたんだ。もしかしたらアンドレのことも。あ、ババさん、どうも。ババさん、ババさん、ここ首にされたら使ってね。うん、ね、同期なんだからさ、よろぴくね。あ、ババさん、また今度お願いします。はい、失礼します。ありがとうございました。全くあいつも変わったぜ。おい、お前が33年も変わらなすぎんだよ。33年さ、何年だと思ってんだ。33年だよ。じゃあ33年さ、何日だ。それは膨大な日々だよ。おい、誰か新しいパートナーいないか。もっと若くて息が良くて、こう肌がシャワーの水をパチパチ弾くようなさ、そういう肉体のやつ。タオルはいらないってやつだな。うん。なんだ、七色仮面みたいな声出して気持ち悪いな。いや、僕がただ単に世渡りが上手いだけで33年もプロレスを続けられると思っているのかね。どういうことですか。君が求めている強靭な肉体、私がなってあげましょう。あなたはバリビリバラバリビリバリバリバリ、超人やハルクだ。青ざめた顔。さあ俺を怒らせてくれ。俺は怒りをパワーに変えるんだ。おたんこなす。おたんこ休館場やろ。おたな、空論場やろ。なでがたオランダの少年の弱い人に弱い人に勝たろ。I'm Hulk! ピザの下の火を破れて内臓が丸立ち、肺をつまんじゃおう。あ、いや、呼吸が苦しくて、えらい呼吸に切り替え。砂漠の日差しで生きたまま。カビ。やっぱり100万ドルの夜景はすごい。それにもまして、いやー、夜の香港ってのも最高だ。ネオンチカチカ、胸ワクワクって感じかな。もしかしたら今夜あたり。スケベだな、俺も。スケベさん、こんばんは。いやー、スケベなんですよって。おい、なんだお前は、いきなり。おい、スケベさん、偽物あるよ。そのスケベさんやめろよ。なんだよ、偽物ってのは。ロレックスの偽物あるよ、ドスケベさん。おい、どうつけるどうつけるのよな。偽物なんていらないよ。何言ってるか、ロレックスの偽物、本物と違いないよ、エロ親父。おい、だからそのな、増幅した言い方よせ、その。あんたね、偽物、本物が違わないわけないでしょ。偽物は日本だよ。言ってんな、エロガッパさん。おいおい、なんだって。実際見てごらん、ほら、この偽物、本物と一緒よ。おい、オケベジジイ。そのさ、バリエーション なしにしろよ、そのバリエーションは。お前そんなようなちょっと見てやろ。どれかこれかかるね。え、おい、何、おい、何ですか、デバガメさん。おい、なんだよこれ。偽物のレックス、本物と一緒。どこが一緒なんだよこれ。デジタルじゃねえかよ。デジタルのもうロレックス。それなんだよこのバンド、ふにゃふにゃして。
それワカメ水かけると増えるよ。おおすげえな。おい二の腕全部ベルトになっちゃった。なんで時計のベルトが膨らむんだよ。しかも子持ちワカメうようよ。おあんた認知して。いやタムジョン I know the name the beast 裁判沙汰引き目量も香港のペダーさん無臭だ。税関で捕まってたやつどうしたかな。どうしてハスラー持ってた人いかん。いや香港はええのや。餃子ぶりは香港スペシャル。香港の街でいろいろ CD を買ってきたんですが、はい、これはもう僕ら帰った次の日ですか、はい、皆さんがね集めてくださいましたレコード屋さんにはね行きたかったですけどね、うん、それでねここにいろいろ1,2,3,4,5,6 枚あるんですけどもね、なんか聞いていただいてね、で5名様にはこの CD そのあげちゃいます。プレゼントをしちゃいます。リスナープレゼントしたいと思いますので香港 CD をあげちゃいます。こうさまずはですねこれです。男性シンガーナンバーワンのレコード店の人がおすすめしてくれたですね、レスリーチェンです。ああチャイニーズゴーストストーリーの人主役の人男の人かっこいいよね、うん、あの男たちのバンカの弟役やった人です。あのジャケットもかっこいいですね、ファイナルエンカウンター、うん、最後の接近遭遇ですか。あーええー、2曲目に入ってるんですか、うん、ミスユーマッチ、はい、これは果たしてあのミスユーマッチなのかどうか、うん、聞いてみましょう。レスリー・チェンでミスユーマッチ。やっぱりあの曲でしたね。ジャネット・ジャクソンの曲です。ジャネット・ジャクソンがいかにうまいかっていうのはよくわかる歌ですね。ほとんど広東語なんですがね。何曲入ってて、あれ10曲入ってんだ。ね。あ、ほとんどカバーバージョン。ああ、ね、なんて薄い音なんでしょうか。音が薄いね。なんかね、もうちょっと熱い方がいいなと思います。なんかボーカルもなんか、よいしょー。なんか飯食ってないようなこと。でも広東語でパンチの効いた歌ってあんまり聞いたことないですからね。あ昔でもほらホイ兄弟がやった広東語のあの曲が良かったどんなやつ。なんて言うのミスターブーの大作戦のハンチョンハンチョンチャイナンマイナンチャイナンナントーインっていうの余計分からなくてさあそしてこちらレコードさんのおすすめの香港ナンバーワンの女性シンガープリシラちゃんです。このジャケット見てください。怖いんですよちょっとお化けみたいなんですよ。なんか色が真っ白けでその上ソフトフォーカスになってますからね。プリシラちゃん香港ナンバーの女性シンガーですが歌ってるのはこれ。无需急于赶计成败，光阴好比闪电飞快，想开心应该去街，不
的双眼难收细，黄昏的灯色风里摇曳，米色小吃铺量着安慰，腿总不肯安放原位。明日只在遥远，世间正在转。Do you wanna dance tonight？ 明日只在遥远，一切在转。Do you wanna hold me tight？ 明日只何がすごいってですね、関東語はよくわからないんですが、英語の発音がですね、やはりネイチャーバイリンガルの国になりました。うまいですね。英語のカバーバージョン聞きたいですね。英語やっぱりこうあれなのかな、英語だけじゃ悔しいのかな、やっぱり監督の方が、うん、なんていうのメインなんじゃないの、気持ちの中では。そうだね、皆さん普段の会話は監督にするもんね。そう、本校の人レコード買う購買層は監督で聞きたいんですね。あ、なるほど、わかる、ダイレクトに、うん、英語もわかるんでしょうけどもね。ダンシングヒーローなんですね。英語は、うん、アメリカのシンガーのを聞きたいんでしょう。あ、なるほど、やっぱり勝てないんでしょう、うん、聞いてみるとあのね、あの根っこだけ押さえてますよね。ドリワの方見たいとか、うん、あのメッシュマッチとか。ここも関東語でね、ハチョホレポンちゃんのホワイって言われちゃった。ちょっと失礼ですね。見つけたんですよ、香港のウィンクを。ラケット見てください、この構図がそっくりです。かわいいじゃない。本当はですね、ノエビア化粧品かと思った。エコーっていうの。え、エコーっていうんです。響きですか。え、日本ではあんまり安いタバコでありましたけどね。響き今ベスト10で6位、10位、香港のオリコンを買った。あ、香港のオリコンがここにあるんですか。一応6位。6位に、エコーがありますね。あ、今週10位で、今週は10位になっちゃう。ああ、つまりベスト10に入ってると、はい、そうですね。超売れっ子ということ。これがね、何の歌かわかんないんですよ。許す我が大愛にですか。はい。なんか、水っていうような字のような。そうですね。水の字。可愛いでしょ、でもこの子か。この子は。両方とも、いいじゃないですか。そうですか。なかなか。マセレーラみたいな顔してるね。ちょっとほら、ほら、この人あれ似てないですか、ほら、ちょっとほら。え、ほらほらほら、ゲストに来たほら。え、あのほら、誰ですか、ほら、ほら、誰、女性の、この間女性のほら、あの、ここに、ワクワクするな。あの、ボディ出してた人。ああ。あ、え、ボディ出してた人。ま、松本まりだ。どうかな。さあ、とにかくこのエコー聞いてください。この曲です。何でしょう。通りだったわけですね。愛が止まらないじゃないですか。エコーでしたね。愛が止まらないでした。でも歌うまい。うまい。発声ができてますね。うん。よーってやってますね。うん。うん、このおかっぱの子可愛いですよね。いいですね。じゃあどうもマセレーラに似てる。マセレーラの方ね、うん、このね、ジャケットいいんだけど、中のね、歌詞カードのね、下から歌うね、猪木みたいな感じ。それは聞いて。さあ、というわけで今日はね、3曲を聴いていただきましたが、この CD と他にも買ってきました CD。はい、6名様、もう6名にあげちゃいましょう。行きましょう。6名様に。はい、何が行くかわかりません。わかりません。とにかくお送りしますけどね、はい。5名様にプレゼント。指番号17-06、秘密ラジオ、小崎蔵館号、CD 香港の頂戴係まで、どんどん送ってください。